はい、東吾です。普通に電話取ってんだな、お前。ち、カナメか、何の用だ。お前ちょっと時間あるなら少し付き合え、お前にとってメリットがある話だ。ああ、本戦が控えてるっていうのにのんきだな。それで俺にメリットがある話ってなんだ。お前、ヤシャマルにつけられた呪い、まだついてんだろ、それについてだ。ああ、別に取る気ねえよ、俺の犯した過ちだからな。聞けよ、その件をヤシャマル本人に聞いたら、本人と話がしたい、だそうだ。ああ、なんでわざわざ。罪滅ぼししたいんだろう、ならせめてその罪悪感をあいつにぶつけろよ、呪いの有無はその後でもいいだろう。ち、わかった今お前、どこにいるんだ。どうだ、懐かしいか、冥界。ああ、最悪な思い出しかないぜ、ここには。そうか、ならもっと苦しめ、それがお前が求めていたものだろう。いい性格してやがるぜ、お前。お邪魔するよ、ヨウム、ユユコ。カナメさんですか、大会は順調ですか。ああ、俺もオオカも予選抜けたよ、バッチリテレビに映ってやるよ。あらあら、それは楽しみね、ヨウム、明日から大量のおやつを用意しておかないとね。そうですね、ですが食べ過ぎには気をつけてくださいね、ユユコ様。そういえばカナメさんの隣にいる男性は誰ですか。エンキだよ、今は東吾衆って本名で活動しているけどな。え、エンキ久しぶりだな、ユユコ、ヨウム。その、なんだ、1年前は、その、あなたがこうやってカナメくんと一緒にいるってことは更生したってことなのよね。反省はしてる。正直冥界は俺にはきつすぎる。そうですか。安心しました。安心。はい、あの冥界で亡くなった方たちの末路を見届けたからでしょうね。死んでしまう前に自分の過ちに気づいて更生してくれた。それがすごく私には安心できたんです。6名王試験の時、私は見ましたからね。無邪気に話したり、楽しそうにしているあの人たちの姿を。きっと道さえ踏み外さなければ、きっとみんないい人だったんだろうなって。そう思ってしまって。それで二人でわざわざここまで何しに来たの？挨拶だよ。それと本来の目的はここじゃなくて夜桜六名王にある。ああ、そうなの。なら言ってあげて、きっと喜ぶわ。週3でしたよね。更生するのは多分とてつもなく辛い道だと思いますけど、頑張ってくださいね。ああ、そうするよ。じゃあ行ってくる。また今度剣術の訓練頼むな、ヨウム。いつでもお待ちしてますよ。そういえばカナメさん、ウプ主さんたちは全員本戦に出るよ。テレビで見てみろ、あいつらの強さを見てびっくりするぜ、本当。それは楽しみですね。じゃあな。ウプ主さん、せっかちゃん、二人とも元気ですかね。1年前、懐かしいわね。あの時はいつも幻想郷で賑やかだったわね。はい、私も誘われてからずっと幻想郷に遊びに行ってました。数ヶ月の出来事なのにすごく楽しかった思い出があるんです。なら二人の成長をしっかり見届けないとね、ヨウム。はい、恩人であり、友人ですからね。はぁ、今ここがヤシャマルの城ってことかよ。ムカつくだろ、俺も何度来ても殺意が湧くぜ。ちなみにお前は今どんなところに住んでんだ。築50年は平気で過ぎてるが内装リフォームだけはされてる一軒家だ。お前も住みかあるじゃねえかよ。俺なんか当屋の旦那の任務に常に同行だからまともな住みかはなかったぞ。あら、おかわいそうに。ぶっ飛ばすぞ。おいおい、お客ならもっと静かに待ってろよ。まったく品格を疑うぜ。うっせえな、襖に穴開けて展示会開くぞこら。それともここらの紙使って炙り絵でもやってやろうか。絶妙な嫌がらせやめろや、お前ら。たく、要件は聞いている。とりあえず庭に来いよ。話はそこで聞くから。庭だと、舐めてんのか。キャンプファイヤーするぞこら。なら任せろ。さじ加減間違えて大爆発するかもだがな。追い出すぞ。ここでいいか。エンチ、ここでもう一度俺と戦えよ。俺はすでに死んでる身だ。遠慮しなくていいぜ。カナメ、どけ、巻き添え食らうぞ。ああ。言っておくが、俺は八百長が嫌いだ。情けで負けてはやらねえぞ。誰が負けてくれなんて言ったよ。俺は戦えと言ったんだ。聞いたぞ、その言葉。相変わらず厄介だな。巨大風よ。わざわざ当たるまでもない。爆炎巨大風よ。甘いんだよ、同じ手を。なんだ、なんであの炎のオーラはその場にいるんだ。バカい。甘いのは天使だよ。お前みたいな陰湿な野郎の考えることくらいお見通しだ。どうせお前は俺がニトロアーマーを手放さないとでも鷹を踏んでたんだろうがな。残念ながらニトロアーマーはそこまで重要じゃない。だからお前にニトロアーマーをくれてやるよ。耐性のないお前がニトロアーマー内にいるとどうなるんだろうな。うわ、えぐい技持ってんな。あれは相当な初見殺しじゃないか。蜜影も焦げ肉になってるし、まさかここまで一方的になるかよ。
まあ、これくらいなら相手にすらならないな。とことん便利だな、ニトロアーマー。は、術者がうまく使うからそう見えるんだ。実際はかなりめんどくさい。何かとは言わないが、隣の芝生は青く見える。それはその能力の詳細を知らないから思うことだ。実際本当に格上には全然効かなかった。その対策が今の、ばっかい、ってやつだな。説明はいい。さっさと解除してやれ。あれだと灼熱地獄だ。はぁ、結構自信があったんだけどな。努力しているのが自分だけとは思わないことだな、ヤシャマル。そもそも以前から思ってたんだけど、ニトロアーマーって卑怯なんだよ。それは俺も思う。そういうならお前の重力操作も卑怯だし、要の模倣も卑怯だぞ。能力自体が卑怯みたいなもんか。それで言っと、延期はここに何しに来たんだ。謝罪をしに来た。は？冥界での出来事、それを謝罪しに来た、それだけだ。なんで謝るんだ、別に俺、お前に殺されてないし、あの死闘は同意の上だったし。でもお前から受けた技でずっとこいつは苦しんでたんだ。そういうことか。確かにあの技を発動してから俺はレイヤーに殺されたからな。逆恨みみたいになっちまったな。それはお前の罪じゃない。ずっと持ってる必要はないぞ。だが俺は要に言ったんだ。無罪でもそれ以外の俺の罪がある。ならその重みを今までの罪として持っておくって。じゃあ自分が納得するまで持っておけ。俺からは解除しておくから。解除方法はこの呪いの罪を全否定した時だ。自分は無実だ。ってな。わかった。恩に切るよ。あと俺のことはシューって呼べ、盲人キレンじゃねえからな。ああ、なら俺のことは道影、もしくは六名王だからな。夜桜六名王でもいいぜ。お前が偉そうなのは気に入らないな、道影って呼ぶわ。ああ、そうかよ、好きにしろ。これからもよろしく頼む。ああ、こうして、俺の目的は完了し、シューと共に東京に戻った。はあ、疲れたわ、肉体というより精神的にだけどな。罪滅ぼしっていうのはこういうことだ、シュー。誰かから許されて、説教されて、疎まれて、それらを全部知り、受け止める。これからの行いで償うのも大事だけど、俺たちが犯した罪と向き合うのも同じくらい大事だからな。は、それくらい。ならいいさ、同類だからな、少しでも手助けしてやりたいって思うんだよ。知らなかったよ、てめえがそんなおせっかいだったとはな、冷徹の当時がな。人の優しさやぬくもりを知ったからな、お前も今日感じただろ、光の温かさを。明日、頑張ろうぜ。それでこれから先も、な。ち、わかってるよ。感謝するよ。この恩はいつかちゃんと返す。はい、それじゃあ今日の鍛錬は終わり。お疲れ様、絶下。うん、かなり疲れたわね。さすがの私も体力の限界だわ。とりあえず今の状態なら完璧とは言えないけど、戦闘では問題なく使えると思うよ。頑張ったね、主様。専属神様たちはまだまだだけど、3回戦までには仕上げれるように頑張るから、頑張って勝ち上がってね。迷惑かけるけど、よろしくね。それじゃあ私はお母さんたちと一緒にご飯食べるけどどうする？ああ、ならちょっと外で休憩してから行くよ。汗すごいし。テルはいつ見たどるエデンに戻るんだ。ネル様と明日の打ち合わせしてからかな。わかった。それじゃあゆっくりしてから気をつけて帰るんだよ。あっつ。せっか、もう感覚つかんでないか。やっぱり戦闘に関しては天才だな。よう、バト、かなり汗まみれじゃないか。お、カナネちゃん。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。